それでは13時となりましたので開始したいと思います。皆さん改めましてこんにちは。本日は東北オンラインスタディツアー2022東北震災から11年つなごう教訓と記憶と教訓のバトンにご参加くださりありがとうございます。改めまして本日の司会進行を務めます認定 NPO 法人ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田夏樹です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日はオンラインとなりますが、東日本大震災の被災地である岩手県の陸前高田市、宮城県の石巻市、そして福島県の富岡町とオンラインでつなげて東北の今をそれぞれの方々に語っていただきたいと思います。この中で皆さんなかなかその東北に直接足を運ぶということが、難しくなってしまった今ですけれども、オンラインでお話を聞かせていただくことで皆さんと一緒に東日本大震災の教訓を学んで、そして防災を自分ごととして考えていければというふうに思っています。これからお話しいただくそれぞれの方々の視点で見た町の今を感じていただきつつ、じゃあ自分だったらどう行動するか、自分の地域だったらどう振る舞うべきなのか、これからをどう考えるべきなのかということを常に自分の中で想像力を働かせながら皆さんと共有をしていきたいというふうに思っています。それではちょっとだけまだ早いんですけれども、ご準備ができているようでしたら、まずは岩手県陸前高田市の佐藤和夫さん、そしてあかりさんにご登壇いただきたいと思います。あかりさん、そして和夫さん、こちらの声は届いているでしょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。今はどちらから配信をしてくださっていますか。岩手県陸前高田市の自宅、公営住宅からつないでます。はい、お二方ともに災害公営住宅からのご参加ということでありがとうございます。ここで少しだけ私からお二方のプロフィールをご紹介していきたいと思います。佐藤和夫さんは1965年岩手県陸前高田市の出身です。2011年3月東日本大震災で自宅、漁船、そして作業場を失うなどの被害を受けます。その後避難所の運営の役員となり、同年の5月仮設住宅の自治会長となりました。2014年に防災士の資格を取得されます。現在認定 NPO 法人桜ライン311、桜の植樹によってここまで津波が来たんだよということを伝えていくというそういった NPO の活動をされています。そして佐藤あかりさんのプロフィールもご紹介していきたいと思います。佐藤あかりさん、和夫さんの長女で現在18歳、小学校1年生の時に被災をします。東北スタディツアー2019ですね、6期目の参加者でもありました。得意な教科プログラミングだそうです。事前にメッセージをいただいていますが、あまり真面目な話は得意ではないのですが、自分の経験やスタツアーの感想などはしっかり伝えられるように全書します、よろしくお願いしますというふうなメッセージを事前にいただきました。ちなみに私先日卒業式にね、お邪魔してきたんですけれども、高校3年生ということで先日卒業式を迎えました。おめでとうございました。はい、ということで、まずは和夫さん、あかりさんの順でここでお話をいただきたいと思います。繰り返しになりますが、参加者の皆さん随時、感想だったり、それってどういうことなのっていうふうにこう聞いてみたいことなどありましたら、リアルタイムでこのチャットに書き込んでください。では和夫さん、あかりさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐藤和夫です。あかりです。はい、まずは私の方から10分ほどお話しさせていただきます。陸前高田市の現状ということで、画面共有させていただきます。皆さんこんにちは。防災士の佐藤和夫です。東日本大震災で被災し、自宅、作業場、などを失いましたが、家族は無事でした。これまでの11年間の陸前高田を、10分ほどで紹介させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。東日本大震災、津波による、災害です。日本の歴史上大震災と呼ばれる災害が3度発生しました。大震災ですので全て地震に起因する災害ですが、関東大震災は火災による死者が9割、阪神淡路大震災は
建物倒壊による圧死が、9割。東日本大震災は津波による溺死が9割と言われている災害です。日本は地震大国でもあり、大雨被害の大国でもあります。地震だけではなく、地域の災害の歴史などを考えながら、お話を聞いていただきたいと思います。津波が引いた後、こんな風景が至るところにありました。すべて人々が住んでいた建物などの破片ですが、瓦礫と呼ばれてしまいました。私たちは近くの小学校の体育館に、暮らしました。中はこんな感じです。この避難所には初日400名、2日目以降は家を流されなかった人や親戚宅に避難場所を移した人がいて、100名から200名ぐらいで人数が推移しました。日本全国、いや世界からの支援によって支えられた避難所生活でした。その後、約2ヶ月後には、市内の小学校、中学校の校庭に仮設住宅が建てられ、私たちも米崎小学校の校庭にできた仮設住宅で暮らしました。仮設住宅に暮らす際に自治会長を拝命し、いろんな問題を頭に浮かべましたが、一番最初に対処しなければならなかったのは孤独死対策でした。孤独。隣近所の音が聞こえるような仮設住宅で暮らしていましたが、やはり孤独というのには耐えられなかった人が多数いました。なので自治会長としてコミュニティ支援をいろんな団体さんにお願いしまして、いろんなイベントを開催しました。子どもたちの後ろにおばあちゃんたちがいて、おばあちゃんお母さんたちがいて、その後ろに、野菜苗が見えますでしょうか。コミュニティを維持する、孤独死を防ぐために、私が考えたのは、苗木の支援をお願いするということでした。それにより、朝晩水をかけに出なければいけない。苗木から野菜を収穫した後には、そのプランターに、ねえ、あなたのとこ何植えるっていう会話にもなる。そういう活動を6年間行いました。さらにコミュニティとして、コミュニティ支援として、集会所も作っていただき、支援団体によるお茶会のほかに、自主的なお茶会も行いました。被災と同時に、ものすごい量の情報が紙として印刷され、毎週届きます。多い時には、厚さ3センチにもなります。1週間でその量を読み込むのは不可能です。でも、お茶会をすることによって、来週市役所でこういう説明会があるんだってね。明日、公民館で物資の配布があるんだってね。そういうお茶会の中の何気ない一言が、お互いの情報の補完の試合になり、最終的に誰一人仮設から亡くなる人を出さずに仮設住宅を卒業できました。陸前高田の復興についてですが、陸前高田市はリアス式海岸にあります。海の形もリアス式ならば、実は津波が到達した場所もリアス式になっています。安全な場所を求め、山に住みかを移す。そのために大規模な国家予算を用意してもらい、山を削り、高台移転しました。その際に、
トラックで運んでいたのでは10年かかると言われる山を切り崩す工事を特別にベルトコンベヤーを使い土砂の搬出に当たってもらいました。これはその時に撮ったベルトコンベヤーの画像です。それから10年の間に公営住宅が建ち、それぞれの家が山の上に集団移転しました。市役所もかさ上げ地に、建てられ、東日本大震災と同程度の津波であれば津波に襲われない場所に、災害時の司令塔が移りました。海面下 12.5 メートルの防潮堤も整備され、避難、津波と言われた時の避難の際にもある程度の時間を確保できるようになりました。津波は川を遡上するということで二級河川の入り口にも、水門が用意され、先日津波警報が発表された際にはこの水門が閉じられました。さらに陸前高田市の復興のために高田松原津波復興記念公園として交流人口の増加と津波の被災の伝承を目的に記念公園が作られました。奇跡の一本松、旧気仙中学校、旧道の駅タピック、これなんだっけ、公営住宅、被災した公営住宅が震災遺構として、残されております。陸前高田に来ることができましたら、これらを見に来ていただきたいと思います。復興ですが、安全な街を作ることが復興でしょうか、住みやすい街を作ることが復興でしょうか、綺麗な街を作ることが復興でしょうか、特徴のある街を作ることが復興でしょうか。私は子どもたちが自慢できる街を作ることが復興だと思っています。陸前高田市にはもともと高田松原というきれいな砂浜があり、そこに先人が植えた7万本といわれる松林が広がっていました。津波により全てが流されてしまいましたが、今は NPO の活動、私も参加しておりますが、高田松原守る会という、団体の活動により、すでに4万本の松が植えられました。こちらは花水木の会という団体が避難路に、花水木を植え、避難の経路を分かりやすく伝えようと植樹したものです。こちらが先ほど安田さんから紹介いただいた桜ライン311、津波の到達ラインに桜を植え、後世まで津波の高さを語り継いでもらおうという団体です。実は今日同じ角度から写真を撮ってきました。こうなっております。お、家が立ち並びました。家が増えましたね、はい。このようにして、10年が進んでおります。とりあえず私の方はここまでにして、娘に代わりたいと思います。はい、和夫さんありがとうございます。それではあかりさんにバトンタッチしていきたいと思います。あかりさんお願いします。はい、私は特に写真も用意してないのでベラベラちょっとベラベラ今日までお話を、はい、お願いいたします。いただきます。さっき安田さんが最初に言ったように、私は小学校1年生で震災に遭いました。3月11日だったので、普通に小学校は学校があるので、で小学校1年生なので帰りがすごく早いので、ちょうど帰りの会をしている時間にその地震が来て、で、机の下に潜って、でも地震でその地割れがしているんですけど、
校庭しか逃げ場がないので校庭に集まって、あとはその他、親が来た人は順次帰る、で親が来なかった人はまた別の高台に逃げるっていう、うちの学校ではそういう感じだったの で私は、どっち迎えに来たっけ、係にはお母さん、あ、母が迎えに来たので、母に迎えられて、そのまま親戚の家が山の上にあったので山の上の親戚の家まで行きました。でその後に、親戚の上の近くにもうちょい高さがあるところに中学校があったので、当日11日は中学校で一晩過ごしました。で次の日っていう、ね、次の日には、中学校がちょっと危ないので小学校に移動しようってことになったので小学校に移動しました。中学校が危なかったのはその地震の影響でちょっと耐震の心配があったからですよね。はいはい、ありがとうございます。で体育館 で結局小学校の自分が地震起きた時に小学校に結局戻ってきて、そこで生活し始めて、で自分は弟が6つ離れてるのですごくちっちゃいので別部屋に移動して、で他のご家族とも一緒にと別の部屋を、小学校の部屋を一角借りて一緒に生活してました。で避難所の時、いや、7月くらいだったら仮設入ってくると。仮設に5月に小学校の庭、校庭に建った仮設住宅に引っ越しまして、でそこで安田さんと会って写真を撮っていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でその後はもう一回仮設に別の、今度は中学校の最初に体育館に、あ、最初に移動した中学校の仮設にちょっと小学校の仮設が取り壊されるので中学校の方に移転して、で1年行かないぐらいでまた今度は今住んでる公営住宅に引っ越してきたんですけど、中学校の仮設にいるときに自分はスターツアーに参加させていただいて、はい、2019年ですね、2019年のスターツアーに参加させていただいて福島と宮城と回ってきました。自分は初めて、なんていうんですかね、宮城と福島の被災地を回らせていただいて、なんかそのニュースで見ることと自分の目を見て、目で確認するっていうか見て認識するのがすごい違うんだなっていうことをまた改めて学びまして、なのでもしよければ今日、3県は岩手と宮城と福島の方々っていうか私たちも含めていろんな人たちからお話を聞くと思うので、もしコロナが収まったら来ていただければなと思います。で2019年のそのスタツア参加した後ぐらいに今の公営住宅に引っ越して、仮設との違いなんですけど、仮設はすごい隣の音が聞こえてくるんですよ。で、私の隣に住んでたお家のご家族が、震災前に住んでた家の目の前にいたご家族だったので、
すごい仲が良くて、で、その、子供たちも私より全然ちっちゃくて、本当に弟ぐらいの年だったので、すごい一緒に楽しく過ごしてて、でもなんか結構、ちっちゃい子の笑い声が結構飛んできたりっていうか、けどその分私たちも声がうるさいし、喧嘩も毎日してるので、丸ぎ声なんですけど、それがまあ公営住宅になった時に全くないので、すごい、なんていうんですかね、びっくりしましたね。で、は？あとは、特にもう自分の話になってるんですけど、今年の3月、あ、この間ですね、この間3月1日に、安田さんに写真撮ってもらったんですけど、無事高校卒業して新学、はい、4月に進学になります。おめでとうございます。ありがとうございます。で、時間となりました。はい。はい、あ、もう大丈夫ですか？他に最後何か言いかけたこととかありませんでしたか？大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、何になるんですか？何を目指してるんですか？保育士になります。ね、あの、私から言って、あの、保育士になって多分ね、こう子どもたちが防災のこう知識を子ども自身もこうつけるってすごく大事だよっていうふうにね、あかりさん前から話をしてくださってますけれど、なんかどんなことをこう保育士になって子どもたちに伝えたい、どういうふうにこう伝えたいっていうふうに思ってますか？やっぱ難しい本だと、まあ、私も理解できないし、ちっちゃい子だと余計理解が難しいと思うので、絵本を通してだったり、うん。いや、安田さんの絵本って今ちょっとちらっと聞こえましたけど、難しいから。ね、こう絵本を通してこう、まあ、読み聞かせをしていくということも、ね、一つできることかなと思います。で今ですね、あの参加者さんから一つあの質問をいただいています。奥林勇樹さんからありがとうございます。防潮堤や水門などができて、ふるさとの景観は震災前から変わったことと思います。しかし津波対策のためにはそうしたハード面も大切だと思います。昔のような景色が恋しい時もあると思うんですが、防潮堤も必要、そういったところに葛藤などはありますか、ということなんですが、いかがでしょう。二方お答えができますか。和夫さんからどうでしょう。はい、防潮堤の高さ、12.5メートルの高さで計算されました。私が生まれた時にはすでに防潮堤は昔のものがありました。高さが6メートルから7メートル程度、今回作られたのは 12.5メートル、約倍の高さになりましたが、まず景色が分断されたという印象が非常に強いです。正直防潮堤に立った時にどっちが内側なんだろうって思うことがあります。何を守るために人々は高台に引っ越ししました。商店街もかさ上げしました。それなのに 12.5 メートルの防潮堤が必要だったんだろうか。ずっと震災後から市民の間で議論されましたが、結果的には 12.5 メートルで市内全域に防潮堤が作られました。ただ不必要かと言われれば、ある程度の高さの防潮堤は必要だった。それは津波が発生した時に逃げる時間を確保するのに必要、そういうことで必要だったと思います。ただもう少し市民がちゃんと参加した議論の場というのは欲しかったと思います。景観が変わるのは正直しょうがないことだと思います。もともとの町をもともとの場所にもともとの高さで作って、また危険な思いをする、それは私はあってはならないことだと思いますので、過去のことをある程度残しながら新しい町に住む、50年経てばそこに住んでる人たちはみんな自分が住んだ町、暮らした町になっていきます。こういう変化は急激ではありますが必要なことだったと思っています。
ありがとうございます。あかりさんは何か町の風景が変わってしまったことに対するこう葛藤とか、もし思いがありましたらどうでしょう。行きました。あ、上にもあった。そうだ。防潮堤とかに関しては、やっぱ親っていうかおじいちゃんもお父さんも海の仕事してたので、よく海に遊びに行ってたんですけど、その防潮堤で、防潮堤もまあいわゆる遊び場だったっていうか、本当に坂道みたいに普通に人が登れるような坂がついてたんですよ。なのでなんかやっぱり、まあ、今はまっすぐになってるので、なんか普通にテニスで壁打ちしてる子とかもいるんですけど、なんかやっぱりそのちょっと自分が遊んでた風景っていうか見てた風景とちょっと変わるのはやっぱびっくりしましたし、なんかいくら高くてもなんか壊れるときは壊れるじゃないですか。で結局浸水した ところには何も今立てないでいるはずなので、もうちょい低くても大丈夫だったんじゃないかなってもちょっと、思いますね。そうですね。私もやっぱりこう実際に行ってみると 12.5 メートルっていうものが予想以上に高くて、こう海の近くに自分がいるっていう、こう感覚が街の中からこう街の中にいると随分こう薄らいだなっていう、こう感覚があって、それもやっぱり実際にこう行かないとなかなか感じられないところだと思うんですが、あかりさんに続けてご質問があります。中村彩乃さんからです。ありがとうございます。あかりさんがニュースで見ることと自分が実際に被災地で見ていることと何か違いがあったと、見ていることに違いがあったとお話をされていましたが、特にどのような点にギャップを感じましたか。まあ、これスタディツアーに行ってみて宮城と福島を訪れて、やっぱり実際に見てみたものと違うなというこう話があったからだと思うので、手刈り子さんからもこう同様のこう質問をいただいているんですけれど、実際にこう宮城福島を訪れては違うなでもいいですし、ニュースで伝えられているこう地元と自分が暮らしてのこうギャップでもいいですし、何かこう違いっていうものについて感じるところがあれば教えてもらってもいいでしょうか。自分が一番思ったのは、これすごい何回も同じ話してるのでもう聞き飽きてる人とかもいたら、いや、あかりさんの話を初めて聞く人たちが多いと思うのでぜひお願いします。福島なんですけど、私が一番びっくりしたのは、その福島ってその原発の話しかされないっていうか、あんまり津波の話って触れたニュースってあんまなかったじゃないですか。で自分の中でっていうか、そのニュース見てる限りっていうのは、なんかその宮城と岩手は津波が大きかったですよ、福島は原発がありましたよみたいな感じだったので、なんかその福島に津波が入ってるイメージがすごくなくて、なんかそのバス移動だったんですけど、そのバスで移動してる最中もなんかすごい殺風景なんですよ。その自分たちの町と変わらない殺風景が続いてるっていうか、殺風景、その、まあ、何もない感じっていうんですか、が続いてて、で、なんか本当入ってるイメージがなかったんですよ、津波が。でそれがなんか多分全く報道されてないわけではなかったんですけど、大々的に放送されてるところがやっぱりこう違うと、やっぱ岩手と宮城と福島は別みたいな感じに見える聞こえるので、一番そこが私はスタツアに行って驚いた
ところですね。そうですね。やっぱりどうしてもこうニュースの中だと大きな主語にこうくくられがちなので、そこがやっぱりこう細やかにどう違うのかっていうことも含めて今日皆さんに感じてもらえたらなというふうに思うんですが、ごめんなさい、まだまだご質問とかをいただいていたんですけれど、最後に中野萌さんから の感想を読ませてもらいます。私がスタディツアーに参加した時はまだ町にベルトコンベヤーが巡らされていて、松の苗木を育て始めたばかりの頃だったと記憶しています。今の陸前高田の様子を拝見して時間の流れを感じました。あかりさんが言われたように自分の目で見ることはとても大切だと思うので、落ち着いたら伺いたいと思いますとのことでした。ぜひぜひということで、すいません限られた時間でしたがお二方ありがとうございました。和夫さんはこの後まだイベントに残られるということなんですけれども、あかりさんはね卒業した後もなんと、太鼓の全国大会が控えてるんですよね。その練習かな。あでも今日結局お休みにしてもらいました、うん、じゃあこのままいる。はい、はい、じゃああかりさんもこのままイエイエイ参加してくれるということなのでじゃあ二方、はい、引き続きよろしくお願いいたします。まずはお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きましては宮城県の石巻市から佐藤敏郎さんにつなぎたいと思います。敏郎さん聞こえてますでしょうか。はい、佐藤です。よろしくお願いします。はい、そちらの今ね外から、はい、やってくださってますけれど、そちらの今日の気温はどうですか。いやなんか3分ほど前からすごく天気も良くなって、暖かくなってきました。これは皆さんの普段の行いと あと、あかりさんの高校合格おめでとうだと思います。ああ大、はい、高校ではなくてですね、これから短大に進学するんですね。そうなんです、はい、でもおめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。敏郎さんのプロフィール簡単ではありますがご紹介します。1963年宮城県石巻市のご出身です。元中学校教員で、震災で当時石巻市立大川小学校6年生だった次女の瑞穂さんが犠牲となりました。現在は伝承震災伝承やラジオなど幅広く活動されています。小さな命の意味を考える会の代表、そして NPO 片タリバのアドバイザーも務めていらっしゃいます。今日はその大川小学校からつないでくださっているということで、敏郎さんではよろしくお願いします。はい、皆さんようこそ大川小学校へ。遠いところありがとうございます。私は大川伝承の会の共同代表の佐藤敏郎と申します。うちの娘は6年生でした。もうすぐ大川中学校に入学するのを楽しみにしていた日々で、ちょうどね3月11日は中学校の制服が出来上がった日です。夜に家に帰ったら、娘が、中学校の制服を着てみせる日だったんですが、残念ながら中学校の制服を着ることはできませんでした。その後いろいろありまして、私も今ここで、語り部をしているんですけども、よく聞かれることがあります。随分寂しい場所ですねって言われますね。皆さんも画面から分かると思いますが、何にもないところに壊れた校舎が建っているだけです。なんでこんな寂しいところに学校を建てたんですかってよく聞かれたんですけども、大川小学校はこういう場所です。ここには町があって、生活があって、命があって、子どもたちが走り回っていました。私は、今日もそれを思い出しながら話をします。思い浮かべながら聞いてください。ここに献花台があります。ここは献花台のある震災以降です。最初子どもたちに挨拶するような気持ちでいいですので、校舎に手を合わせたいと思います。皆さんの場所からお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、ね、返事が聞こえた気がします。はい、この丸いところ、ここはアッセンブリーホールでした。多目的ホール、この青いステージがこの悪いところで、図書委員長のうちの娘発表しています。はい、こちらはですね昇降口です。子どもたちがおはようさようなら、ね、出たり入ったりしていて、桜の花が綺麗だった昇降口は今は立ち入り禁止です。去年の7月からここは震災以降の公園になりました。ここに管理棟が建っています。多分去年はここ工事中だったと思うんですけども、
ここはですね、実はちょうど地域の公民館があった場所です。公民館があった場所に管理棟が建ちました。はい、校舎を案内します。ここは 1,2 年生の低学年棟。あの赤い鳥のところは火山の噴火口と子どもたちは呼んでいます。ここは1年生の教室です。ここは校庭があったという残し方をしていますよね。トラックの場所にブロックが置いてあって、ここには式台があります。はい、ここは子どもたちの大好きだった中庭です。桜の季節はお花見をしながら給食を食べてます。ビールは出てなかったと思いますけど。芝生の上を走り回る子どもたちです。うちの娘ここ走ってます。上は上級生の3年、4年、5年、6年、図工室です。この辺に来ると2階の天井見えますでしょうか。はい、2階の天井の、ね、斜めになっている手前、低い方半分が泥で汚れています。見えますでしょうか。はい、津波の跡です。津波の跡が、立っているところから 8.6 メートルです。海抜約10メートルのところに津波の跡があります。海は向こうなんですよ。 3.7 キロ向こうから2階の天井まで津波が来ています。山に白い縦札がありますよね。津波到達点って書いてあります。だから天井とあそこを結んだところがあの日の水面だっていうことです。渡り廊下がねじり倒されています。かなり立派なね、鉄筋が縦横に入っているんですが、ここにガラス張りの渡り廊下が、ガラスのトンネルがあります。ここの黄色い、出入り口が、扉が今黄色い枠だけが残っています。2階の廊下です。このガラスの廊下を通って体育館に入場していました、ね、ガラスのトンネルです。そしてこれは運動会で飾り付けられた渡り廊下です。ということはここでは11年前まで毎年運動会が行われていた場所、証拠写真ですよね。今は何もないですけども、ここは子どもたちが走り回った場所です。歓声を上げた場所です。バトンタッチをした場所です。今はここは特別な場所になりました。なんかね、あの大川小学校って言われる、あのって言われる、あの大川小学校の遺族ですねって言われます。でもあのじゃなかった日々を忘れたくないし、伝えていきたいと思います。あの日のことも伝えたい。あの日からいろんなことがあって、あの日からのことも伝えたい。あの日までのこともしっかり伝えたい。あの日までのことがしっかり伝えることができれば、ね、あの日までどんな日々で、どんな景色があって、どんな子どもたちがいたのか、伝えることができれば、今こうなっているわけなので、ね、あの日に何があって、あの日からどんな日々だったのかが分かる。それを踏まえてこれからのことを考えればいいと思います。ね、ここは子どもたちが整列した場所、行進した場所です。よく目を凝らしてみると、子どもたちが見えてくるし、声も聞こえてきます。ここはそんな場所です。ここは体育倉庫です。ここは着替えてプールに飛び出していったところですよね。ここは体育館。体育館の、体育館のステージの両脇と出入り口が残っています。私は3月14日にここに
船でたどり着きました。あそこに大きな橋が見えるでしょうか。もう道路がなくなっていたので、道路がなくなっていたので、小さな船に乗せてもらって、あの橋のたもとまで来ました。それは3月14日の朝です。あの橋のたもとからこちらを見ると、瓦礫に埋もれた校舎。ね。そして、橋のたもとには、泥だらけのランドセルが山積みになってました。これは並べてもらった後の写真です。で、泥だらけのランドセルの前には泥だらけの子どもたちが何十人も並べられていました。あの橋のたもとです。うちの娘もその中に並んでて眠ってるみたいでした。うちの娘は名前呼べばすぐ返事しそうだったので何回も呼びました。だって目覚ましそうなんだもん。いくら呼んでも呼んでも呼んでも返事はありませんでした。あれから11年経ったのかなって思います。未だに私は受け止めきれていないし、整理もできていないと思います。わかんない。何十年経とうが。でも、こっちに行けばいいんだっていうのはここに書いてありました。ここに未来を開くという言葉があります。ぜひ覚えてください。大川小学校の校歌のタイトルです。だから震災前からここはずっと未来を開くっていうのが合言葉の学校でした。だからここは悲しくてかわいそうで悲惨で悲劇とかって言われますけど、悲劇の大川小学校、その通りです。かわいそうかもしれないけれども、大川小学校ってどんな場所だって言われたら、あそこは未来を開く場所だってぜひ皆さんにも伝えてほしい。周りの人になんでって言われたら、おじさんが言ってたり、そっからつながるもの広がるものがありますと。ここは大事な場所でも、ちょっと見てください。考えてください。これ 4,5 年前に撮った写真なんですよ。かなりボロボロになってますよね。うん、これをなんとかしたい。ありのままを残すために手をつけないって言われました、当局からは。ありのままを残すためにはメンテナンスが必要だと思います。だからもっともっとここで何を伝えて、どう進んでいくかっていうことを考える、議論する、対話する、そんな未来にしたいなと思っています。今思うとね、ここなんてどうですか。世界が全体に幸福にならないうちは個人の幸福はありえないってね、今朝のニュースに出てきた人にこれを見てもらいたいなって思います。はい。で、この場所から未来を開くのはやっぱりね、あの日の出来事に目を染めること、背けることじゃないと思います。しっかり命に向き合った時にここから開く未来が見えてくると私は思っています。津波が来たのはね、3時37分です。51分間ありました。スクールバスが待機してました。無線が入ってます、ラジオ、会社から。津波が来るぞ。子供を乗せて早く峠に逃げろっていう指示が出てます。バスは動きませんでした。ラジオや防災無線が大騒ぎをしていて、それを聞いて迎えに来た保護者がいます。迎えに来ながら行ってきます。先生、ラジオで津波が来る。言ってるよ。山に逃げてねって訴えました。だからみんな山に逃げてると思っていました。ね、この通り山だらけなんですよ。ちょっと最後に登ってみます。はい。ここ野外ステージですね。で、そのお母さんたちは、先生に訴えたお母さんたちはみんな山に逃げてると思ってました。体育館のすぐ脇にこんな緩やかな山があります。ここは、子どもたちが毎年登っていた山です、はい、カメラ追いつかないか大丈夫か、はい、椎茸栽培の体験学習してキノコ作りしてるんですよ、これ毎年ここです、はい、ちょっと滑るので気をつけて。しかも椎茸栽培の体験学習は毎年3月の行事です。同じ時期にここに登っていたんですよね。だから当然あの日子どもたちは騒ぎます。先生、山に逃げようと訴えました。静かにしろって言われてしまいました。山に走っていった子たちも何人かいます、学校あるある、私もそうしたかもしれない。勝手なことしないで並べ、ここから戻されたんです。
はい、津波の到達点ここです。ここまで津波が来ています。ということはここに来れば助かってたってことでもあります。私たちが今見ているこの風景、この風景が見えていれば助かった風景、あの日の命の代わりに見ると思ってください。こっちも登れます。はい、こっちもね、事業で使ってたんですよね。高いところから町を見下ろそうという事業が行われていたところです。はい、ここは崩れないように土留めをしてあるところです。だから私たちは崩れない場所です。ここはそういうふうに認識しています。ここは1段目で4段あるんですよ。授業が行われています。この授業はここではなくてこの上です。うん、2段目。それから最初に見せた写真もね、この2段目から撮ってます。この上から同じアングルですよね。比べてみてください。で、あの日の行動ですけども、あの日地震が起きて校庭に脱出して、さっき言った式台の前に集合しました。式台の前に集合して、大津波警報が出ます。その警報を受けて今みんなで来たところに歩いてくればそんなに難しくない日なんですよね。でもずっと校庭にとどまってしまいました。それが問題です。ずっととどまってしまって動き出したのは3時36分です。津波が来る1分前です。1分でも2分でも今のところ走ってくれば助かってますが、最後の1分で向かったのは山ではなくて橋のたもとなんです。津波は北上川を逆流してきて、あの橋にぶつかって襲ったんですよ。橋にかね、松の木とか瓦礫が堆積したのでダムになっちゃった。そして8メートル9メートルの津波が襲ってきたわけで、津波に向かって移動しました。で、ここは校庭なのでフェンスがあって狭いところを行ったんですよ。大川小学校の避難は1分1列津波に向かいました。そこで多くの子どもたちが、亡くなりました。先生もね、一生懸命だったと思います。それは忘れてはいけないと思います。でも誰も仕方がないなんて思ってないですよ。亡くなった先生もきっと悔しかったはずです。きっと子どもたちを抱きしめながら流されていったと思います。先生たちは、私はそのことからは絶対目を背けたくないです。ずっと向き合い続けます。学校のそばで子どもたちを抱きしめたまんま流された先生たちのことを忘れてはいけない。その一方でいくら抱きしめても1分では無理なんですよ。遅すぎます。そのことにも向き合いたいと思います。そして子どもたちが校庭で寒かったと思います。怖かったと思います。山に逃げた子は戻されたんです。ずっと寒い中待って、怖い中待って、立ち上がって向かった先から1分後に津波が来たということ。ね、うちの娘どんな顔してその時、あの狭いところを抜けていったのかななんて思ったりします。そこまで想像する。その中には、皆さん自身も入ってると思ってください。ここの校庭にいて一列で怯えて逃げるのは皆さん自身だし、皆さんの大切な人です。その人たちが助かる未来を、ね、すごい津波が来てもここに登って、ああ助かったなって喜び合う、そんな素敵な未来をここから発信できたらなって思います。そのきっかけに、材料になればいいと私は思っています。もう一言だけいいですか。はい、お願いします。はい、本当はね、皆さんを校舎の中に案内したいです。校舎に入るとこんな場所があるんですよ。名前のシールがきれいに残っています。ここも津波かぶっていて10年以上経っているのにもかかわらず、真新しく全員分残ってるんですよ。今でも通ってる気もするし、
このシールは多分先生たちが新学期の願いを込めて貼ってくれたシールですよね。私も担任をしてた時はいつもそうでした。このシールを作って、名前を覚えて貼る、ね、1年間こんな1年にしたいなって思って貼る、だから残っていると思います。そんなことを全国の先生を目指す人にはここに立ってもらいたい、そういうシールだ、ね、そうやってみると去年もう一昨年ですか、一昨年の4月新学期にこのシールを貼りました。でも子どもたちが学校に来れませんでした、4月も5月も、ね、そんなことの意味もここで考えられると私は思っています。はい、ちょっと駆け足でしたけども以上で終わります。はい、お話ありがとうございました。参加者さんからまず感想が届いています。私がスタディーツアーに参加したときは大川小学校は公園として整備されていませんでした。時の流れを感じました。大川小学校の小さな命に向き合うためにはあの日以前のこと、あの日のことを思い出すといった想像力を働かせることが大切だと改めて思いましたというご感想をいただきました。皆さんコメントと感想を寄せていただければというふうに思うんですけれども、今吉田里奈さんからのコメントをいただきました。先生方が小学生を山に誘導できなかったことに疑問を持ちました。震災前に山に登るような訓練はなかったのでしょうかという質問をいただいていますが、敏郎さんいかがでしょうか。はい、宮城県は 99% 津波が来る、地震が来ると言われていて、特に石巻地区の、海のそば、ここは学区は海ですから、あるいは川のそばの学校は全部避難マニュアルはありました。津波の時のマニュアル出せ出せって言われてました。だから大川小学校の避難マニュアルにも津波のことは書いてあったんですよ。津波の時は近くの空き地か公園に逃げるっていう明記されてました。でも近くには空き地も公園もないんですよ。実態のないマニュアルが作られていて、それは教育委員会には提出されてました。でも学校の先生は何年か前に提出しただけで、校長先生も知らなかったマニュアル、そういう書類を私はよく作ってたなと思います。教育委員会に提出するためのマニュアル書類、戸棚に入れるための書類っていっぱいあるな。それで学校の先生忙しくなって子どもたちが見えなくなっているのが、現状だと思っています。だから、子どもたちの命をシンプルに丁寧に向き合っていたかね、あの日の先生たちが判断ミスをしました。それはパニックになったからです。でも裁判になって判決が出たんですけど、先生方のあの日のパニックになって判断ミスをしたことは責められていません。問われたのは 99% 津波が来るって学者さんが想定したことが避難につながらなかったっていうことなんですよね。事前の備えです。あの時問われたのはいつもの備えです。で今登ってみて分かったと思います。こんな簡単に登れる山があったんですよ。でも山は命を救わないってことですよね。命を救うのは山ではなくて山に登るっていう判断と行動です。避難訓練もマニュアルも、ね、避難経路も時間も情報も手段もいらないわけではないです。でもそれをいざという時の命を救う判断と行動に結びつけるかどうかです。そこのもし矢印みたいなものがあれば、その矢印が防災です。マニュアルを作って終わりではなくて、それをいかに判断と行動につなげるか。ね、それを考えたときに、やっぱり、ね、簡単にかわいそうでは終わらせてはいけない。仕方がないでは終わらせられないことがやっぱりいっぱい見えてきます。あと5時間ぐらいあるとこれ説明できるんですけども、そういうことです。すみません、はい、時間も迫ってきたので最後に私から1点だけ、敏郎さん以前にですね、はい、防災をこう学ぶっていうことは怖いことと向き合うっていうことではだけではなくにとどまらず、それってやっぱりハッピーエンドを目指すことなんだっていうことを教えてくださったのがとても印象に残っているんですが、はい、その点について改めて、はい、教えていただいてもいいでしょうか。はい、やっぱり 99% 津波が来る、地震が来るって言われて、私も学校でやりました。ハザードマップとか避難訓練とかやってましたけど、私はその時に一回も自分の娘の顔を思い浮かべることさえしませんでした。血が通ってませんでした。机の上で終わりです。そういう人は多いですよね。災害がすごいの来るって言われてもここまでは来ないだろう、自分は大丈夫だろうと思うんです。だって、ね、災害で自分や自分の大切な人がいなくなるなんていうのは怖くて考えられない。だから考えるのをやめます。つまり、防災が恐怖を煽るものになってはいないと。
防災は恐怖を煽るのではなくて、助かるために、死なないためにやるわけで、ハッピーエンドの未来まで想定しきる。それが防災です。そうすると恐怖ではなくて、防災をすることによって、恐怖ではなくて、それは希望に変わっていきます。そのためのきっかけ、材料に私たちの味わった恐怖や悲しみや後悔が材料になればいいと、私は思っています、ね。でもこれって防災に限らないですよね。私たちは特に今日は若い人たち、これからもいろんなことがあって理不尽なこともあって思い通りにならないこともあるけれども、それはきっとそれで終わらせないで、ハッピーエンドの未来に結びつけるための材料にしていけるはずだと思います。いろんな材料を集めて私たちを材料にしてください、ね、そう思います。ありがとうございます。そのハッピーエンドの未来を目指して、自分は具体的に今何をこう知って何をこう行動するべきなのかということを、ぜひ今日の参加者さんたちもそれぞれにこう考えて、はい、後ほど持ち寄っていただければというふうに思います。あ、これはあのご感想ですかね。中村彩乃さんから、あの大川小学校と言われる前の大川小学校の記憶を伝えたいという、その佐藤さんの言葉が心に刺さりました。正直私自身、ニュースの報道を見て多くの犠牲者が出た場所という悲しいイメージしかありませんでした。しかし佐藤さんが見せてくださった大川小学校のどこ小学校の のどかで美しい風景を見て印象が変わりました。そして非常に美しい場所だったからこそ、震災によって起こった被害の重み、失われた命の重みを今まで以上に強く感じました。お話ありがとうございましたということで、あの私自身もまたあの近く現地にお邪魔したいというふうに思っていますので、はい、今日はこのままあのご退出されるということでしたけれども、はいはい、またぜひ今の話なんですけど、はい、お願いします。さっきの和夫さんが、はい、自慢できる街にしたいって言ってましたよね。はい、すごく同感です。やっぱり私はここに生まれ育ったことを子どもたちと一緒に誇りにしたいと思っています。うん、でそういう未来を目指したいと思っています。はい、和夫さん、ありがとうございます。はい、どんな未来を開きたいのかということを今日それぞれ一緒に考えることができればと思います。敏郎さん、そしてあのサポートくださった清水さんもありがとうございました。さあ、続きまして、本日最後の登壇者の方となります。福島県富岡町から秋元七海さんにご登壇いただきます。秋元さん、こちらの声は聞こえていますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、ありがとうございます。今あの富岡町からあのご参加くださっているということですけれども、私からあの秋元さんのプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。秋元さんは1998年福島県富岡町生まれ、現在は富岡町の役場職員として働いていらっしゃいます。またご自身の経験をもとに、富岡町や双葉郡各地の巡る語り巡るオリジナルのツアーも行っていらっしゃるということです。活動を通して出会った俳優さんお二方とのつながりから、富岡町に文化拠点を運営中でもあります。今日は町にかける思いや、ご自身が今、次世代にこう伝えたいことなどをこう語っていただきたいと思っております。それでは秋元さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、画面共有するタイミングになりましたら教えてください。じゃあ、お願いします。あ、はい、じゃあここからもう一度スライドをお見せしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。秋元七海と言います。今回震災当時の話もそうなんですけども、それから今に至るまでの話をこうメインでしていきたいと思います。移ろいゆく風景と土地の記憶、福島県富岡町からということでちょっと進めていきます。じゃあ次のスライドにお願いします。はい。改めて自己紹介です。1998年生まれ、震災当時は中学1年生でした。今は役場職員でとして働いています。はい、じゃあ次のスライドにお願いします。はい、ありがとうございます。簡単にごめんなさい、前のスライドにお願いします。すみません。はい、はい、福島県の富岡町っていうところなんですが、富岡町には福島第二原子力発電所が立地しています。こちら震災当時事故が起きなかった原発です。
で北側の隣町には大熊町があって、そちらには福島第一原子力発電所があります。なのですごく近隣に2つの原発が並んでいた場所の大体ちょうどその間にあるのが富岡町です。東には太平洋があって、西には阿武隈山地っていう、 こう海と山がすごく近い距離にある場所になります。で、私は先ほど言った通り中学1年生の時に被災をしたんですが、私は山側の方にいたので、津波の影響は全然なかったとなります。で福島県の富岡町なんですが、津波の高さが 21.1 メートル来ています。海側が崖に面しているので、その分津波の高さが上がっているので 21.1 メートルでした。で、直接市、東海だったりとか地震、津波の歴史だったりとか、直接市は24名の方で、震災関連市、震災後に避難先だったりとか、そういうところで震災が関連して亡くなった方が452名いると言われています。はい、津波で直接亡くなった方、比較的少ない数にはなっているんですが、これの理由として近くに崖があるっていうことがあって、平地がすごく一部なので、避難がスムーズに行きやすかったっていうのが一つ原因としてあるって言われています。で、もともと富岡町1万6000人の町でした。今は、1800人ぐらいが暮らしていて、もともとの町から1割ほどの人口に減っています。で、2017年、2011年から約6年経った時に、富岡町は帰還困難区域を除いて一部避難指示が解除されました。で、1割しか帰ってきていないのは、避難先でもうすでにこう6年経っているので、働いたりとか学校に行ったりとか生活基盤が出来上がっていたことがすごく大きな理由となっています。はい、で、プロフィールの写真なんですが、後ろで解体されている建物あると思うんですが、私が6年間過ごした小学校です。で、こちらは2020年に解体をされました。まあ、地震で半壊っていうこともあるし、除染のためっていうこともありました。はい、じゃあ次のスライドに行きたいと思います。はい、富岡町、まあ、福島県もそうですし、まあ、宮城岩手でもあると思うんですが、町の風景がすごく小さい後変わっているので、それをちょっと Google ストリートビューで見ていきたいと思います。まずは富岡駅前の商店街です。はい、今富岡駅を背にして、駅前の商店街を見ているっていう図になります。福島県の中で一番海が近い駅が富岡駅だったので、津波をかぶって富岡駅自体は鉄骨の状態に震災後なっていました。で、こちらの商店街も津波の影響を受けています。こちらが2013年のストリートビューです。じゃあ次にお願いします。はい、こちら2014年、これもまだ解除前なので2013年とそんなに変わっていないです。じゃあ次お願いします。はい、駅前の商店街全くなくなって、新しい足場ができています。で、次お願いします。こちら橋がかかりました。ここより北側に新しい駅ができて、ここに橋がかかったんですが、これは津波の避難経路として国道6号線と防潮堤の隣に浜街道っていう新しい道路ができたんですが、そこをつなぐ避難経路になる、橋ができました。避難経路ができたことはすごく良かったことだと思うんですが、同時に駅前の商店街の風景は全くなくなってしまいました。はいはい、中央商店街、もうちょっと内陸の方に行って津波の影響のない商店街の方を見ていきたいと思います。次お願いします。こちらも2013年ですね。道路沿いに商店が並んでいるような形です。で、2014年にお願いします。はい、そうですね、
道路、歩道のところとか見ると分かるんですけど、まだ地割れ の, アスファルトとかが残っている、草が生えているっていうふうな状況ですね。次お願いします。こちら2017年です。解除された年で、解体が続々と進んでいます。解体自体は、避難指示解除のめどが立った2015年か2016年ぐらいから続々と始まっていて、で2017年にはこのような状態になっています。次お願いします。はい、2021年ということで去年のストリートビューなんですが、今ここを通っても全く同じ風景になっています。本当に更地になっています。なんでこんなに、津波の被害がなくても、建物が解体されていっているのかというと、大きく除染というものがあります。原発事故の影響で、表土を取ったりとか、あと建物を解体したりとか、そういう形で除染が進められているので、これだけ建物が減っています。でもちろん、解体をしなくてもいい線量になっている建物もあったんですが、避難先での生活基盤ができているっていうふうなこともあるので、解体を選ぶ人はすごく多かったので、ここは中央商店街なんですが、街中が今はとっても空き地が多い風景になっています。じゃあ次の写真お願いします。はい、土地の記憶と伝承の意義ということで、次の写真にお願いします。はい、こちら海沿いの写真です。左側に崖が見えると思います。こちら、海抜18メートルの崖で、そこを越えて2階建ての建物のところまで津波が来ている場所になります。震災後にすごく風景が変わったかっていうと、もっとこう町の歴史っていうものを紐解いていったときに、もっと前から風景の変遷っていうのが激しかった場所、海沿いっていうものがそういう場所だっていうふうなことが分かってきたので、ちょっとお話をしたいと思います。昔は本当ここ海から陸までの距離はすごい遠かったそうです。なので海がもうちょっと遠くに、今より遠くにあったと言われています。ここら辺の地形なんですが、大陸とこうなだらかに続いていて、遠浅って言われるところですね。なので、こう、海底が隆起して、持ち上がってできた陸、人々が住んでいる場所も、もともとは海だった場所が陸になっているので、すごく、そうですね、緩やかに続いている場所でもあります。で、西側に山がある阿武隈山地が並んでいるんですけども、阿武隈山地ってすごく硬い地質で、土砂が流出しないので、こう海が来たらこうそのまま陸は飲まれて食われていくっていう風な場所なので、明治時代から、現代に至るまでだいたい300メートル海が近づいてきているって言われています。なので、こう砂浜がなくなったとか海が迫ってくるっていうふうなことをこう古くから言われていて、今海底には昔の仏浜村っていう一つの村があったそうなんですが、それは今海の底にあります。なので、こうこの場所の人たちもこう集落自体が海が迫ってくることによって内陸に移動したりとか、そういうことを繰り返していることが分かってきました。で、2015年にですね、仏浜、小浜、毛ヶ谷、下郡っていう、4つの行政区が居住目的に沿わないっていうことで、災害危険区域に指定をされたので、住宅が建てられない場所になっています。なので、さっき岡川小学校の佐藤さんも敏郎さんも言っていましたが、すごく地形、自分が住んでいる場所の地形に自覚的になることっていうことが、すごく命を守るためにも必要なのかなっていうふうなことを思います。はい、じゃあ次のスライドにお願いします。
はい、ここ、新福島変電所というところになります。これは第2原発、第1原発それぞれにつながっています。建設当時は東洋一大きな変電所と言われていて、もう日本一どころか東洋一大きな変電所だったらしいんですが、第1、第2から電力を集めて東京電力の県内に送ったりとか、逆に東北電力の電力を、第1、第2に供給したりとか、そういうふうなところで使われていました。で、外部電力喪失が原発事故の、原因にもなっていたんですが、この場所が当時使えなくなってしまったことが原因の一つと言われています。で、この場所すごく象徴的なのが、鉄鉱石が取れたりとか石炭が取れる場所っていうのはここからすごく近い場所になっていて、その鉄鉱石で言えば、戊辰戦争であったりとか第一次世界大戦、第二次世界大戦も含めて、戦争のたびにこう鉄鋼業が盛り上がったりとか、そういうふうな中でここの人々は暮らしていたりとか、石炭であったら、明治から昭和ですね、明治から昭和にかけてここで鉄鉱石が取れた、石炭が取れたので、それを一番関東に近い炭田として送るっていうふうなことをしていて、すごくエネルギーだったりとか、すごく争いっていうふうなものがこの場所にはすごく密接にあるんですが、富岡町っていう場所自体がすごく勢力と勢力の間にあって、何度もこう干渉地、戦場の干渉地として戦場を繰り返して、建物がなくなったりとか人がなくなったりとか、そういうことをこう繰り返していて、歴史上何度も何度もこう、なんだろう、うつろな何もなくなるみたいな風なことを繰り返し繰り返し行ってきた場所だっていう風なことを言われているっていうことを知りました。なので、この場所、空白の場所なんて言われていたりするんですが、はい、そんな風に言われていたりもしました。次のスライドにお願いします。原発事故後亡くなっていく者たちということで、次のスライドにお願いします。奥に見えるのは第二原発の、排気塔になります。この排気塔、町の至るところから見えます。次のスライドお願いします。ここからも見えますし、次のスライドで、はい、田んぼの奥にも見えます。次のスライドお願いします。これは今作ってる防潮堤浜街道の風景の奥にも第二原発の建屋と排気塔が見えるようになっています。この第二原発っていうものは今廃炉が去年ちょうど決まりまして、これからだいたい44年ぐらいかけて廃炉を進めていくっていうふうなことになっているんですが、こう原発事故があったからこそこういう場所を残すということで、この町自体がそのエネルギーっていうものと一緒に過ごしてきたとか、そういうふうな歴史を伝える遺構になるんじゃないかっていうふうなことも私は考えていたりします。次のスライドお願いします。はい、ここ現在も帰還困難区域の夜の森という地域になります。私の自宅があるのもこの区域です。今年の1月に立ち入り緩和ということで、道路沿いのこの柵も撤去され始めました。で、帰還困難区域で、これはもう空き家に勝手に人が入らないように、防犯という形もあって設置されたものなんですが、ある意味こう人が帰れなかった象徴的な、風景の一つとしてバリケードっていう風なものもあるんですが、これも、1月から撤去をされ始めて、今はこの風景広がっていなくて、このバリケードは取られた風景が広がっているんですが、でもこう原発事故っていう風なものがあって、で、こういう風景が広がって、で今、やっと来年2023年に解除していくっていう風な段階で、この
風景の変遷があった、途中経過にもこういう風景もあったっていうふうなことを語り継がないと残っていかないし、この場所で、帰還を諦めた人たちっていうふうなこの思いが、こういう風景を見たときに、あ、帰れないんだっていうふうに思ってしまったっていうふうなこともなかなか伝わらなくなってしまうのかなと思います。今このバリケードが、なくなることはすごく、なんだろう、すごく嬉しい反面、どんどん忘れられる風景でもあるなっていうふうなことを思っています。次のスライドお願いします。これが1月まであったバリケードの他の写真ですね。で、次の写真お願いします。はい。これが、バリケード、まあ、別の場所になるんですけど、バリケードが開かれた写真になります。はい。で、次お願いします。はい。ありがとうございます。スライドは大体これで以上なんですけども、私はすごく放射能汚染っていうふうなものがその土地っていうものをこう否定するようなものだと思っていて、っていうのはその、まあ、代々受け継いできて耕してきてっていうふうな、そういう農地の表土を剥ぎ取るっていうふうなことは、その培ってきた時間をこう失うっていうふうなことでもあるし、その、まあ、東電で働く人も少なくなかったし、関連の職業で働いていたっていう人も地元に少なくはなかったんですが、そういう人たちがこう、なんだろう、長年働いてきた、誇りを持って働いてきたっていうこともこう否定されて、同時にこうそういうことを話せなくなってしまったっていう人も、まあ、いらっしゃるっていうふうなことだったりとか、あとふるさとにこう排気筒が見えるっていうものが、私はすごく帰ってきたな、この場所にっていうふうに思う風景の一つなんですが、それがこう否定されてしまうと、街の風景あったものっていうふうなものの悪っていうふうに思われちゃうっていうふうなことが、こう震災後に辛かったことの一つとしてあって、でもこうそういう原発ができてからの時間であったりとか、それによって豊かになった暮らしっていうことも一度肯定する、受け入れるっていうふうなことをして、でその原発事故が起きたっていうふうなこともその悪みたいなふうなことで、なんだろう、一概に言うんじゃなくて、一回受け入れることで、あ、この町と、原発っていうものと共にあった時間っていうことを肯定しつつ、これがなければじゃなくて、ずっとここにあった時間っていうことも大事にしながら、語り継いでいくっていうふうなことをしていかないと、どんどん全てのものがなくなって、もともと自分たちはどういう場所に暮らしていたのかっていうふうなことも、なくなってしまうのかなっていうふうなことを思っています。なのでこの土地に生きる人っていうふうなものは、そういう地形だったりとか風景とかっていうものとこう寄り添って生きてきたっていうことをこう、まあ、原発事故っていうものがその、まあ、除染であらゆるものをなくさなければいけないっていうふうな状況の中で、何を残していくか、この町っていうものをどう捉えて、何を誇りにこれから町を作っていくのかっていうことを、やっと考えられる段階になったっていうふうなことを、福島の今においては言えるのかなっていうふうに思っています。なのでそういう自分たちが暮らしてきた町っていうふうなものの誇りを肯定するっていう一つのケアのプロセスっていうものが一度挟まってから、その、まあ、今すごく便利な暮らしだったりとか、近代的な開発っていうふうなものが進められようとしているんですが、その前に一度立ち止まるっていうふうなことが復興には必要なのかなっていうふうなことを思っています。
すみません、ちょっと長くなってしまったんですが。どうもないです。大切なお話をありがとうございました。私から一つ、これはよく秋元さん聞かれることだと思うんですけれども、ふるさとに関してこう、はい、今さまざまなこう思いを語っていただいたと思うんですけれども、秋元さんは一度そのまあ県外にもこう避難をされたりですとか、で地元をこう離れている時間というのは非常にこう長かったと思うんですよね。でもそれでもその自分が慣れ親しんできたその、まあ、この富岡に帰ってきたいっていうふうにこう思ったのはなぜだったんだろうかということをどのふうにこう振り返りますか。私は中学校の3年間まあ、震災のことは語れないし、聞きたくもないし思い出したくないみたいな風な時期がありました。なのでその3年間の間にこう自分が13年間生まれ育った町っていう風なことをこう全く見ない聞かないっていう風な状態にしていたら、自分がどこで生まれ育ってどういう風に育ってきたかみたいな風なことも忘れそうになるというか、うん、なんかそういう時間がありました。で、ま、それで初めて16歳の時に一時帰宅をしたんですが、その時に自分の生まれ育った町を見たことがすごく嬉しくて、自分自身とすごい町が、密接につながっているっていうふうなことをすごく嬉しく思って、でそれで帰ってきたいなとか、このまま見続けていきたいなっていうふうなことを思ったのがきっかけです、うん、ありがとうございます。その思いをこう凝縮してくださったようなお話だったと思うんですけれど、一つ参加者さんからご質問をいただいています。花岡健人さんから、受け入れることの優しさにとても胸を打たれました。ごめんなさい、ですね、バリケードのある地域への帰還はどの程度実現されているのでしょうかというご質問をいただいているんですが、秋元さんいかがですか。富岡町に関しては、町の全域が避難っていうふうなことになったところから、今はだいたい7割が今解除されて住めるっていうふうな状態で、2023年に解除されるのはそこから、大体2割ぐらいの場所が、解除されて、最後オラガ浜っていう地域があるんですが、そういうところがまだ避難指示解除の目処が立っていない場所で、他にも葛尾村であったり飯舘村であったりとか浪江であったりとか大熊双葉にも帰還困難区域は残っていて、双葉に関してはまだ居住できる区域の解除がないので、まだ人口がゼロっていう風な町も残されています。ありがとうございます。これからまた刻一刻こう変わっていくと思いますので、皆様ニュースでご覧になった時に、あれはこう秋元さんのこう暮らしている町なんだなということを思い浮かべると、心の距離がこう全く違ってくるのかなというふうに思います。それから、ご感想もいただいているので、ここで読み上げたいと思います。先ほど敏郎さん の配信を、手伝ってくださった清水さんからもいただいていますね。敏郎さんとともに山を共に登ってくださってありがとうございました。私は現在石巻市で活動していますが、福島県浪江町の出身です。秋元さんの震災までの思い出や時間、震災後の事実、これまでをまず否定せず受け入れる、そこから伝承が始まるというのに深く共感しました。そこをなくして原発事故があった福島、過去へローマ字にも書いてありますね、福島とだけ捉えられたくないなというふうにご感想いただきました。それから参加者さんから三浦織沙さんからいただいています。私は今中学1年生です。秋元七海さんが私と同い年の時に震災を経験し、自分が育った町が津波や地震、原発の影響を受け、どんどん開拓され帰れなくなるのを見るのはとても辛いことだと思います。その事実と今行われている復興にかかっている時間と犠牲について語ってくださりありがとうございました。
語り継ぐためにいろいろな活動をしている秋元七海さんを見習いたいです。ちゃんと震災を見つめ直し、思うことがいかに大切かを改めて知りましたということで、おそらく今、聞いてくださっている皆さんも、それぞれにこう秋元さんのお話をこう受け止めて、この後自分ではこう言葉にしきれないこうことがありましたら、シェアリングタイムでぜひ共有をいただきたいなというふうにこう思っています。秋元さんにはこの後も、引き続き残っていただけるということなのでですよね。はい、はい、ということで、はい、まずは今のこう思いこうして共有くださりまして、秋元さん改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ここから第2部を始めていきたいと思います。もう一度画面共有をしますね。はい、ということで第2部はシェアリングタイム、参加者同士で話をしてみようということになります。参加者の皆さんに小グループに分かれていただいて、思ったことだったり今日の感想をシェアしてもらうことになります。シェアリングタイムではブレイクアウトルームに皆さんそれぞれ、分かれていただくんですが、ブレイクアウトルームに入った後はカメラ音声ともにオンでお願いいたします。各ルームにはファシリテーターが1名ずつ参加していますので、そちらのファシリテーターが、これからこういうことをします、こういうことを話していきましょうという温度を取ってくれることになっています。そこではこちらのスライドにあるような4つのことをお話ししてもらいたいと思います。まず自己紹介タイム、お名前、所属、趣味などなど、これ4分というのが、実は1人4分ずっとこう話していいよということではなくて、みんなで合わせて4分ですので、ご協力をいただけると幸いです。そして2つ目、これ特に言ってあげるのがすごく難しいかもしれませんけれども、今日特に印象に残ったことを、7分間皆さんの中でこうシェアをしてください。そして3番目が今実践している、もしくはこれから実践したい防災、これも7分です。最後、これもしかすると難しいかもしれませんが、大変かもしれませんが、この後各グループの中から、代表者の方に、お一方ですね、後ほど全体での共有をしてもらいたいと思います。発表は、これ1分にまとめるのすごく大変だと思いますが、1分程度でというふうに思っているので、2分間の中で、発表者誰にするとか、発表の内容どうするっていうことを話し合っていただきます。結構大変な時間になりそうですが、最後この1分間になるとカウントダウンが始まりますので、カウントが0になるまでお話をしてください。ということで皆さん準備はよろしいでございましょうか。ではここから各チームに飛んでいただきたいと思います。それでは20分後にまたお目にかかりましょう。いってらっしゃい。はい、皆さんお疲れ様でした。シェアリングの時間いかがでしたでしょうか。皆さん戻ってきたかな。いない人って呼びかけてもここでは意味はないんだよね、おそらく。おそらく皆さん戻ってきているであろうということをこう願いながら、大丈夫かな。はい、確認が取れたので、皆さんありがとうございました。有意義な時間になっていたことをこう願いますが、ここからそれぞれのチームから全体発表を行っていきたいと思います。皆さんそれぞれのチームで発表者は決まったでしょうか。大丈夫かな。じゃあ順番にこう番号順で発表していきたいと思います。これだけたくさんのこう学びがあった時間の中で1分ほどにこうまとめるってものすごく至難の技だと思いますけれども、なるべく自分のこう思いを凝縮していただければと思います。では、1チーム目、チーム1からいただけますでしょうか。どなたか。はい、はい、お願いします。あ、はい、聞こえてますか。大丈夫です。はい、私たちのグループでは、和夫さんのお話でその孤独死っていうのがすごく問題視されたっていうことについて、すごく印象に残ったっていうようなお話が複数の方から、寄せられていて、でそういう問題意識からコミュニティ形成に励まされたっていうふうにあったと思うんですけれども、その人と人との関係性であるとか、人と土地との関係が豊かであってこそ、その土地がふるさとっていう風になりうるんじゃないかなっていう風に、
考えを、持ちました。まあ、それそうなんですけど、そのいくら安全なところにいてもどこかその孤独感であるとか閉塞感であるとかっていうことがあると思うんですけど、そういう根幹に関わるようなものを、まあ、ともすればそのえぐり取ってしまうっていうものが震災なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、最近その NHK か何かの番組で、私はあの避難先でできた友人と震災のお話しするきっかけがないしできないっていう高校生の方のお話を聞いたんですけど、まあ、そういうふうなお話をするような雰囲気を私たちで作っていくっていうことで、その実際のふるさととは違うかもしれないけれども第二のふるさとっていう形で別の地でその関係性っていうのを豊かにして、まあ、なんか大事な場所っていうのを作っていくことができるんじゃないかなっていうふうに思って、その歴史っていうのはこう繰り返すっていうふうに言われることもありますけれども、いやもう繰り返させないとか人は変われるんだっていうことの方を、信じて、その恐怖であるとかあの辛い過去であるとかをみんなでその目を背けずに見ていくっていうことで、こう別の未来っていうのが切り開けるんじゃないかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。豊かさとは何かという、 こう大切な投げかけとともに、あのどんな未来をこう目指していきたいのかということも、改めて私たちにこう考えさせてくださったと思います。一般目 の発表者さん、山名由衣さんですね、ありがとうございました。続きまして 2チーム目いかがでしょうか。2班の方、はい、ファシリーがやります。はい、はい、お願いします。私たちの班では一番盛り上がったのは歴史っていう言葉でした。今の建物の耐震基準は関東大震災を基準にして作られていたんですが、やはり東日本大震災ではその耐震基準が通用しなくて、要するに想定外だったってことが多発しました。なのでこれからは想定外を自分たちがもともと持っている想像力で想像して、でそれを自分たちの防災マニュアルに組み込んでいくっていうことが大切だと思った、大切だと私たちの班では共有できました。以上です。はい、どうもありがとうございます。想定外だったから仕方ないよねっていうふうにこう終わらせずに、そこから何をこう築いていくのかっていうところ、とても大切なところだと思います。ありがとうございます、福島さん。はい、続きまして、あの3番目のチームいかがでしょうか。はい、お話しさせていただきます。はい、お願いします。まず3つ大きく分けてお話ししたくて、1つ目はご印象に残ったことをお話ししているときに、こうやっぱり実際に行ってみたりだとか直接お話を聞くことで、こう文字でしか知らなかった情報がすごくよりリアリティに感じられたという意見がすごく多くて、まあ、共通して印象に残っているという方がそれは多かったです。でもう一個は、今日参加者の中のグループで、私自身は東京育ち でも他にも大阪で生まれた方とか北海道で生まれた方とか広島で生まれた方とか、こう全国いろんな方が参加していて、なんかそこでまず対策していた防災だったりとかいうのも違ったし、あとは秋元さんのお話などを伺って、私は東京生まれで東京育ちで、そんなに街に対しての思いやりっていう思い入れっていうのが全然なかったんですけど、やっぱりこう自分の生まれ育った環境だったりとか、そこのコミュニティだったりっていうのが、こう本当に地方の方とやっぱりその東京の方とはやっぱりちょっと違うんだなっていう、その違いをすごく実感しました。で最後に、よく東日本こうメンバーの中からこう大沢、あの大川小学校って言われてる間はこう人の経験を材料にすることができないんじゃないかっていう意見を言ってた方がいらっしゃったんですけど、なんか私自身もすごいその東日本大震災そのものであったり被災者の方に対してよくかわいそうっていう報道がされていて、それに対してこうどう解釈していいのかすごく悩んでいて、でそれに思って参加したっていうのもあるんですけど、今日参加してこんなにもこう伝えたいと思ってる方がいるんだっていうことを初めて知って、こう私自身こう伝えようってしてる方の話をちゃんと聞きに行くべきだとも思ったし、こう一時情報を持ってる方のお話をちゃんと自分から聞きに行くっていうこともすごく大切なことなんだなっていうふうに改めて感じました。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当に大切なことで、かわいそうだね、大変だねのこう目線のその先をこう、どういうふうにこう目指していけるのかというとても大切な投げかけだったと思います。島崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、4番目のチームいかがでしょうか。おや、はい、あ、すいません、はい、はい、私が発表させていただきます。私たちのグループでは敏郎さんのお話と秋元さんのお話が印象に残ったという人が複数名いたのですが、その共通点としては、震災の前と震災後を切り離すのではなく、一体のもの、一つの時間軸として考えること、これが大事なんじゃないかという結論に至りました。そうすることによって、その町の歴史だったり、背景を理解することができる、それがその震災などの伝承に大切なのではないかというふうに考えています。また、これからしていきたい防災に関しましては、私たちのグループに北海道の、胆振単身の地震を経験した方がいたんですけれども、初めてその実際に自分が地震の被害に遭って、いかに自分事として捉えるかというところを見直したという話がありました。で、私たちもその今回の、このスタディーツアーをきっかけに防災について考える時間を持つこと、そして自分事として考えることが大事なんじゃないかなというふうに考えています。で、具体的には学校や地域の避難訓練にもっと主体的に向き合うために、抜き打ちの避難訓練、事前に周知されていない訓練を、提案していったり、そういうものが広がっていって、そういうのを実践されていくと良いのではないかなというふうに考えました。以上です。はい、ありがとうございました。災害って本当にね、こう津波地震だけではとは限らなくて、自分たちのその地域ってどんな災害が想定されているんだろうなっていうことも含めて、このスタディツアーの後にそれぞれが持ち帰られるといいのかなというふうに改めて感じました。菊池さん、ありがとうございます。そして、菊池さんが今4チーム目ですよね。じゃあ、5チーム目の方いかがでしょうか。はい、私から発表させていただきます。はい、お願いします。私たちのチームでは佐藤和夫さん、あかりさん、佐藤敏郎さんの話が中心に、感想として上がっていて、まず佐藤和夫さん、あかりさんの話に関しては、福島っていうとやっぱり原発のイメージが強かったんですけれども、そうではないっていうことが分かったという意見や、阪神、そうですね、関西出身の方ですと、阪神淡路大震災の時期になるとよく体験談を聞かされるって言ってとおっしゃっていて、それでなんですけれども、その体験談と今日聞いた東北でのお話っていうのは全く違うというふうに感じたとおっしゃっている方がいました。それから敏郎さんの話に関しては、大川小学校の事実関係っていうのはが明らかになってきている一方で、なんか今回は命のことなど、こう報道だけではわからない部分のことも知ることができたというような意見がありました。はい、でこれからこうどうしていくかということに関しては、皆さんいろいろおっしゃってたんですけれども、共通点としては、こう防災のためにまず自分ができることをしていく、まずは動いていくっていうところで、例えばこう近くの避難所を確認するところであったりとか、知識をこうこれから得ていくために現地に行ってみるとか、それからまあ災害が起きたらまず最初に何をするべきなのかっていうことを学んでいくとか、そういったこうところから防災について少しずつでも行動していくべきだという話になりました。以上です。はい、ありがとうございます。今のお話を聞いていてはっとしますよね。私も東日本大震災が起きるまで、自分の地域の避難所ってどこだっけっていうことさえほとんど考えたことがなかったなというふうに思いました。ぜひ足元からそんな輪を広げていただければと思います。尾崎さん、ありがとうございます。続きまして6チーム目いかがでしょうか。はい、聞こえますかね。はい、聞こえてます。2点というか、印象に残ったところとこれからのところで2点お話ししたいと思うんですけど、まず、皆さんのお話聞いて印象に残ったところとしては、大川小の佐藤さんが中心かと思うんですけれども、震災前のお写真と、震災後というか、現在の状況を見せていただいて、その震災前の写真というのが、本当に、私横浜に住んでるんですけど、横浜の私の家の近くにあるような住宅街と、本当変わらないような、もちろん
なんというかその大川小の周りには大川小の良さとかあるとは思うんですけれども、やっぱりその震災後というか被害を受けた状況って、まあ正直なんというか横浜に住んでるとか大きな震災を経験してないものからするとある種異質に移ってしまう部分があると思ってて、どうしてもそういうものってなんかこう自分のものとして受け入れづらいなとはなる部分があると思うんですけれども、ああやって何かこう震災前の状況を見せていただくことで、本当にその震災を受けた町っていうのがどこにでもある、日本全国のどこにでもある町の一つが突如そういう、まあ大きな津波だったりだとか、そういう震災に襲われたってことを理解できたっていう、まあそういう意見があって、やっぱりその私たちの捉え方としても震災後だったり被害だけを見るんじゃなくて、その前からの震災前からの営みとかそういったものにも目を向ける必要があるんじゃないかという、意見が、ありました。で、2点目の今後というか、まあ自分たちが震災のためにできることとかしたいこととしては、本当に皆さん自分の現在の状況だとか将来の希望に沿ってお話しいただいて、例えば、将来教員になりたいという方がいらして、まあ、その方は、大川小の経験なども踏まえて自分が教員になったらこういうことをしたいということをおっしゃっていたりだとか、現在インターナショナルスクールに通われている中学生の方は、まあ、今回のお話を踏まえた、まあ、レポートというか、それを、まあ、英語で翻訳して学校の人にも知らせて、まあ、世界中に発信していきたいだとか、そういった意見もありました。本当に自分たちに引きつけて考えることができたいい機会になったのかなと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すでにね、もうこれからのこう発信まで視野に入れていただいているということを、非常にこう私も主催者の一人としてとても心強く嬉しく思いました。阿部さんが発表ありがとうございました。さあ続きまして、7チーム目いかがでしょうか。はい、私が話させていただきます、はい、お願いします。はい、本日はお話いただいて本当にありがとうございました。私たちの班では大きく3つ出ました。まず1つはハッピーエンドを想像する防災というキーワードです。ちょっとあんまり良くない言葉だと思うんですが、防災と聞くとちょっと怖いっていうイメージを持ってしまうっていうところがやっぱりありました。でもお話を聞いていて、防災っていうのは、まあ、自分たちや自分の大切な人を守るものだっていう、そういう明るい大切な人を救いたいっていう発想だっていうところに本当に気づかされて、その防災はその希望を持って行うものなんだっていうちょっと変化が起きました。あと2つ目の点は、やっぱり実体のないマニュアルが存在したっていうのがとても衝撃的で、その自分ごととして想像力を働かせることが必要だというお話が出ました。防災訓練も行われているのですが、みんなで話していた時に、その訓練の時に自分がこうするだろうなっていう、その自分の頭で考えることはしてなかったなっていう意見が出ました。私は個人的に最近テレビの番組で防災小説というのを知って、何月何日に自分がこういう状況でこういう災害にあったらこうするだろうなって、その鍵括弧の会話まで想像するような防災小説という取り組みを聞いて、これは結構自分事として、災害とかその防災を捉えるきっかけになるかなというふうに思っています。最後に3つ目はソフト面の防災ということです。交流の場、コミュニティ、その人とのつながりを大切にしている取り組みというお話をしていただいて本当にありがとうございました。その時に、私たちの班で出たのは、これはその災害が起こってからじゃなくて、その事前に災害が起こる前でも、やっぱりそのソフト面の人とのつながりは大切だということです。そうやって、多分、起こる前から交流されていたと思うんですけど、そうすることでどういう人たちにサポートが必要なのかっていうのを最初から知っていることができて、だからそのこれはその被災した地域とか災害が起こったからとかそういうことに関わらず、私たちに汎用性があることであると思うし、災害が起こらなくてもやっぱり大切にしていきたいことだなというふうに感じました。以上です。
はい、ありがとうございます。防災小説っていう取り組み、私実は知らなかったので教えていただきありがとうございました。なんかね、能動的にこう考えるということの一助になりそうだなというふうに思ったので調べてみます。なんかそうやってね、お互いにこう何かをこう交換し合えるって、だからこそこう大事だなというふうにこう今のお話で改めて思いました。手賀さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、鳥です。鳥ですっていうふうに言われるとちょっとプレッシャーになってしまうかもしれないんですけれども、最後、8チーム目の方いかがでしょうか。はい、話したいと思います。はい、お願いします。そうですね、まず印象的に残ったこととしては、3組の方いずれもこうなんていうか、いずれの話を聞いていてもやっぱり今までニュースとかそういうのでは感じられなかった肌感覚でもってその事実を受け止めることができたっていうところであるとか、やっぱり感情で理解することができたっていうのは大きいっていうふうにおっしゃってました。それがまあ避難訓練とかはやることはあるんですけど、自分がっていうふうな自分ごととして考えられてなかった、それがまあ今後改善していけるんだろうなっていうふうに話していらっしゃる方がいて、本当に大事なことだなと思いました。そしてあとちょっと盛り上がったのが防災系でちょっと盛り上がりまして、僕は、引っ越してすぐなんですけれども、ハザードマップそういや確認してなかったのかなとか、あと自分の家にこう、缶詰なり水なりこう、食料をストックしていく方法の一つとして、ローリングストック法っていうものがありまして、賞味期限が来る前にまた新しい、日常を食べるような食材を買っておいて、それをこうなんか、常に新しい状態で、食料とか水とかを家に確保しておくっていう、そういう、方法を私もやってるよみたいな人もいたりして、なんかそこでちょっと盛り上がったりしましたね。あと、そうですね、大川小学校のちょっと悲劇というか、で、その、なんていうのかな、その一因にもなってるんじゃないかなとかって個人的に思うのは、その先生の働きすぎ問題みたいなところもやっぱりあって、うちの母親が中学の先生なんですけれども、そうですね、ちょっと先生が働きすぎているがゆえに、書類一つ一つに対する、比重がちょっと軽くなっちゃったりして、で、っていうのも、一つの要因かなと思って、なんていうか、こう、いろいろ、同時並行で改善していかなきゃいけないことなのかなとかっていうふうにも思っています。そんなことをちょっと話しました。はい。はい、ありがとうございます。最後のものすごく大事なキーワードもいただきました。以前敏郎さんにお話を伺った時に全く同じことをおっしゃっていて、やっぱり学校の先生たち忙しすぎるんだよねっていうことをお話しされていたんですよね。だからやっぱり防災そのものを考えるということも大事ですし、その背後にある構造そのものを変えていこうよってい こう投げかけも私たちにできることなのかなというふうに今お話を聞いていて、改めて再確認したところでした。荒木さん、ありがとうございます。ということで、全ての班の、発表が終わりました。ありがとうございます。それを受けて最後に、登壇者の皆さんお一方お一方に改めてコメントをいただきたいんですけれども、皆さんも残られてますね。はい、ありがとうございます。皆さんお忙しい中で、では最初にお話しいただいた順番からいきましょうか。佐藤和夫さん、あかりさんからいただけますか。はい、皆さんお疲れ様でした。それぞれいろんなことを感じて、いろんなことを、発信しようとしてくださっていることをとっても心強く思いました。ありがとうございました。ちょっと取り上げていただいたコミュニティとか孤独死対策の問題なんですが、実は災害が発生したから孤独死が起きるんじゃないんですよ。平常時でも孤独死っていうのは起きていて、災害が発生することによって問題がピックアップされる、さらに問題が起きやすくなる。だから普段からある問題なんですよ。なんとかなあなあでやり過ごしてる、目をつぶって過ごしている問題が災害によって一気に吹き出してしまう。それがコミュニティの問題だと思っています。
誰だっけな、あの都内に住んでるためにコミュニティが薄いって、コメントしてくださった人もいましたが、災害が発生した時に助けてって言えるのは親でもなければ親戚でもないんですよ。隣近所なんです、ね、せめて挨拶くらいね、つながっておきましょう。皆さん若いのでまだまだ問題はないと思うんですが、やはりあの身体に異常をきたすようになる、それから膝が痛い、腰が痛い、ちょっとぶつけても動けなくなる、または寝たきりに なった家族がいる人、そういう人たちって自分たちで助けることって難しいんですよ。人とつながる、ね、つながり、手助けしてくれる人とつながる、同じような環境の人とつながるってことが、災害の時にとても大切になりますので、覚えておいてください、はい、娘。はい、あかりさんお願いします。なんかその引っ越した時のハザードマップみたいな、家の近所の地域の何ですか、どこか分かんないんですけどハザードマップ、なんかうちはてか4月から入学するのでマンションを借りに行った時に なんだ不動産屋さんがハザードマップを見せてくれたので、自分たちが聞いたっけ、聞いてない、いや見せてくれた、なんか今はあの不動産屋さんが紹介するときに言わなきゃいけない義務が見せてくれたので、多分なんかなんていうんですかね、多分自分たちが変わってもこう周りもこういろいろやんなきゃいけないことってあると思うので、なんかそのやっぱり自分も確認することも大事ですけど、やっぱり今から変わるって難しいので、自分が例えば就職した時とかっていうのにその会社に広めるとか、少しでも身内の中でなんか知識を広めるだけでもなんかいいのかなってちょっと思いましたはい、以上ですか。はい、ありがとうございます。大事ですよ、やっぱりこのスタディツアーの後に実際に学校の中であの防災サークル立ち上げてくれた高校生もいたので、ぜひ自分 の身近でできることを、具体的にまだまだたくさんありますので、身近なところから等身大でもいいのでこうじわじわと少しずつっていうところ、ぜひ皆さんも実践していただけたらと思います。和夫さん、あかりさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、佐藤敏郎さん、先ほどコメントをいただいていますが、まだ、残ってくださっているでしょうか。はい、います。はい、お願いします。はい、聞こえますか。はい、はい、まだ大川小学校にいます。なんか若い皆さんの話を聞いていて、なんか私今日未来を開くって言ってねって話をしましたけど、なんか未来はまんざらでもないなってすごく思いました。本当にありがとうございました。でさっきの防災小説の話ですけど、その取り組みをしている中学校に私呼ばれました、ね、であの防災小説いろんなことを、ね、その日から逆算していろんなことをやるっていうのをストーリーをつける、ストーリーになるので必ず登場人物に、ね、血が通ってるんですよ。そして一つだけ約束があります。ハッピーエンドで終わるっていう小説です。最後は助かる。実は私のハッピーエンドっていうのはそこからのパクリなんですけど、ね、そういうことです。でその助かるために私の話を聞きたいっていうんですよ。あの時こんな大変なことがありました、こんな悲しみがありました、こんな恐怖があって、こんな失敗をしましたっていうことはハッピーエンドのために役に立つ。あの時たくさんの命失われました、たくさん失敗後悔が残りました、でもそれってもしかしたら、ね、ハッピーエンドの未来の役に立つ材料のかけらの、ね、先っちょぐらいにはなんのかななんて思いました。それでね、この後ろにあるのは震災伝承館です。ここで何をどう伝えるかってすごく難しいなって思うんですよ。私もやっぱり失われた命で俺助かりましたではなくて失われましたっていう命をどう伝えるかですよね。例えば私が今立っているあとだここなんですけど、あら、はい、あ見えてます、はい、あそこが式台ですよね。式台からあの日はこっちに逃げてきたんですよ。そんでここにはフェンスがありました。こんなフェンスがあったんですよ。ここを逃げてきた。こんな狭いところですよ。これがここです。ちゃんと色を変えて残してくれました。ただこれはどこにも解説版も何にもないんですよ。説明を聞かなければわからない伝承ではダメだと思うんですよね。ここでどういう言葉でどんな形で伝えていくかっていうのはやっぱり
これからの課題だと思います。いつかまた来てください、あるいは私の話を聞いてください。その時に少しでもね、分かりやすく、ハッピーエンドの役に立つような伝え方ができていたらなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。今日のアシスタントの、はい、清水葉月も喋ります。あ、お願いします。はい、大丈夫、はい、はい、音声聞こえてますでしょうか。あ、こんにちは。アシスタントをしておりました。石巻市で。ちょっと風強い。あ、ちょっとすいません、ちょっと風強いので、はい、少し近づきます。はい。いやいや、うん、もっと近づきます。はい。あ、大丈夫ですね。すいません。いつも石巻市で活動しておりまして。震災の時、私も福島県の浪江町の出身だったんですけども、そこから、石巻で、敏郎先生と一緒の団体で、当時、小さい当時子どもたちだった若者の声を発信することをしております。で、今までの皆さんの感想を伺いまして、やっぱりこう今日もたくさんこう大切なことを受け取っていただいてたなというふうに思うんですけれども、なかなかそれが日常的にはこう出てこない話題になってしまっているのがとても厳しいことだなと思っていまして、命を守ることだし、ハッピーエンドの未来を描くような防災っていうものがそういう話題であれば日常的に話されるべきことではないかなというふうには思っています。でなかなかこうやっぱりそのイメージが先行している部分もあって、あの被災した当人、まあ、私もあの、まあ、20代後半なんですけど、その当時子供だった子たちにもうなかなかこう話せないみたいな人たちもいて、でもそこを乗り越えて、なんというかみんなで話せるよと、話していきたいねっていう雰囲気を各地で作っていただけたら本当にいいなって思っております。ちょっと長くなりました。以上になります。はい、ありがとうございました。はい、聞こえてますでしょうか。ありがとうございます。すごい皆さんから重要なワードがたくさん出てきていて、すごく丁寧に受け取っていただいたんだなっていうふうなことがすごく嬉しかったです。あのやっぱりその中にその場、まあ、福島だからとか宮城だからとか岩手だからとかっていうその場所固有のことではなくて、どこにでも起こりうるっていうふうなすごく大事な話が出てきたと思います。あの本当に地震大国であり災害大国である日本に、まあ、暮らしているので、そこはどうしても避けられない問題ですし、そのそうだな、その教職の働きすぎ問題みたいなふうなことも含めて、その他防災っていうところから他の問題に気づく一つの足がかりにもなるのかなっていうふうなことを思っていて、何かその自分たちの生活だったりとか社会っていうふうなことを考える一つの足がかりとして、その震災も一つ考えていただけたらすごく嬉しいです。で、あのやっぱりこう私は最近すごく歴史はこう一続きになっていて、震災前のこともしっかり見つめ直さないと今のこともなかなか捉えきれないなっていうふうなことを考えていたので、その皆さんがそういう話をしてくださったりとか、そういうことをこう今その土地の町を見てもこう分からないことをこう想像力で補っていったりとか、あのそれをこう防災っていうことで、はいはい、あの補っていったりとか、そういうことを随時やっていかないと、その、まあ、土地っていうものも少しずつあの変化していくので、何十年前のこうマニュアルを使い続けるではなくて、あの随時更新していって、あの自分たちの身を守るだったりとか、あのそうですね、その防災っていうものもこう今震災から11年経って、でそれでこう前を向き始めたねじゃなくて、それからこうずっと意識を継続していくっていうことが大事になってくるのかなって思うので、それのこう一つの手段としてもすごくいいのかなっていうふうに思います。でなんかそうですね、その被災を経験した人、
だけではこうやっぱり語りきれない部分っていうのはすごくたくさんあるし、その月日が経っていったらこうなかなか語る人も少なくなってしまうっていうふうなこともあるので、その受け取った人の心にこう少しでも残って、それがまた広がってっていうふうなことがすごく重要なのかなって思うので、皆さんにこうお話聞いていただいてすごく嬉しかったなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にこう随時ということがとても大事だと思っていて、私自身スタディーツアーって終わってからがスタディーツアーだなというふうに思っています。皆さんが今日受け取ったこうバトンをそれぞれのこう地域で自分なりにこうアップデートしていくということもとても大切なことで、ぜひそれぞれのこう随時ということをこう繰り返しながら、自分なりにこう落とし込んでいただけたらというふうに思います。ということで佐藤和夫さん、あかりさん、としろさん、そして清水さん、秋元さん、今日はありがとうございました。最後になりましたが、このイベントは、共産オリンパス株式会社、協力 OM デジタルソリューションズ株式会社、生活協同組合パルシステム東京、そして認定 NPO 法人ダイアログフォーピープルの主催でお送りしました。関係者の皆さん、改めてありがとうございました。そして参加してくださった皆さん、本当に最後までありがとうございました。今日このスタディツアーに参加してくださって、おそらく被災地被災者というこれまでこう大きな主語でくくられていたようなものが、何々さんの暮らしているどこどこっていう場所というふうに皆さんの中で心の距離がぐっと縮まっていったことをこう願っています。その上で自分の地域は、自分自身はこれからどう行動するっていうことを、皆さんなりにこう落とし込んで言語化していっていただけたら、このツアーを企画した私としては本望に思います。それでは皆さんからのレポートを楽しみにお待ちしたいと思います。本日は改めてありがとうございました。登壇者の皆さんも改めてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。